交通事故をなくすために立派な交通マナーを身につけてもらおう。こんな願いを込めた車が東京にお目見えした。名付けて交通安全教育車若草号。ボタン一つでボディの側面は即座に舞台に早変わり。紙芝居、腹話術、人形劇など子どもたちを楽しませながら安全教育ができる。今日はある小学校の要請を受けて出動。子どもたちの拍手に迎えられて若草号は到着。私は右と左を見て渡るんですよね。そうだよ。それをさ、急に飛び出したら当たるんでしょう。そうだね。そういえば最近さ、ローラースルーティーが流行ってるんだってね。かっこいいんだから。続いて紙芝居、漫画映画と次々に上演されると子どもたちは大喜び。安全教育に必要な設備が常に用意された若草号。無事故を目指して活動を開始した。